こんにちは、ゆりなです。さくらです。はい、ということで今日は、まあ、ちょっと3月、4月ちょっと春なんだけど寒い日もあったり暖かい日もあったりということで、うん、春におすすめのコーデを3つずつご紹介していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。せーの、よいしょ。はい、じゃあまずはゆりなさんから1コーデ目でございます。こちらはですね、まあ、中がちょっとショート丈の、ボーダーのトップスにショートパンツにロングブーツを履いてるんですけど、まあ、春って言っても、まあ、昼間は暖かくて夜はちょっと肌寒くてみたいな感じになるじゃない。だからアウターで結構温度を調節しようかなと思って上に春らしいトレンチコートを着てます。トレンチコートって結構ベージュとかあのホワイトっぽいカラーが多いと思うんですけど、私は今回今年の春はブラックのトレンチコートにしました。で、骨格ストレートさんは特にトレンチコートとかが似合うとされてるので、その骨格も意識しつつこのコーデにしてみました。色味はちょっと春じゃないんですけど、私も黒とか白の服ばっかりなんですよ。とりあえずモノトーン大好きよ。そう、基本的に黒とか白とかの地味な色の服が多いので、カバンで柄を取り入れてアクセントにするように意識しております。はい、はい、1コーデ目でございました。はい、じゃあ続いて私なんですけれども、はい、やっぱり ゆりなさんが言っていたようにだいたい気温差が激しいからちょっとまだ厚手のコートが着たいなっていう時のコーディネートがこんな感じなんですけれども、うん、まあキルティング素材のアウター、うんうん、じゃじゃん、こういう感じね。キルティング、あったかそうだね。そうなの、でもさ厚手なんだけどこういうキルティング素材のものになると春っぽくもなるし、うん、こういう色味明るいものを着ることで、うん、パッとね春感が増すかなって思います。あとはちょっとショート丈にしたことで骨格も意識しつつ、うん、あと重たい印象にならないこのふわっと上にボリュームがあるものを選びました。下がスカートなんだけれども、これはまたね差し色ということで春はこういう色物を着てみてもいいかなって思います。これ素材がワッフル素材だからとっても春らしくって、でも全然スースーなんか風が抜けたりしないので割とちゃんと保温じゃないけどあったかさもあります。でそれにスニーカーを合わせて全体的にちょっと明るめのトーンで防寒しつつ春らしさを出してみました。トップスがこれスウェットです。やっぱり春は1枚スウェット持っとくと、持っときたい、便利よ、本当に便利、本当になんかちょっと暑いなって時はこれ脱いでももうこれだけで完結するから、うん、コーディネートが逆にもうアウターいらない日はこれだけで出かけられちゃうし、うん、もうあの春じゃん、スウェットって言ったら、うん、もうスウェットめっちゃ着るもん春。そうだからとりあえず春はやっぱり1点スウェットあった方がいいかなって思います。こんな感じでまとめました。はい、はい、では2着目に着替えていきたいと思います。はい、ということで2着目でございます。なんかちょっとさブラウスにデニムっていうのが結構共通点があるんですけど、ね、うん、まずは私から、はい、まあ、ブラウス、春といえばブラウスですよ、うん、もう絶対春はたくさんブラウス着たいのでこのザラのブラウスにハーリーピトゥーのアウターをちょっと寒かったら着たり昼間はちょっと肩にかけたりして、デニムはミラオエのデニムを履いてます、はい、で靴とねカバンはグレイルなんですけど、ちょっと春らしいこのくすんだブルー水色で差し色でこれを持ってみました。で髪の毛はさっき下ろしてたんですけど今回はすっきり1個にまとめてみました。でパーソナルデザインでの診断の時に低めのポニーテールより高めの方がいいよって教えてくださったので、もうそこからもう高め、ずっと高めというような感じで2コーデ目です。はい、じゃあ続いては私のコーディネート、まあ、合わせとしてはやっぱり春といえばデニムにブラウスということで、うん、このコーディネートにしてみました。まあ昼はこれでいけるかなって思うんですけど、ね、夜とか寒いなって思ったらこのトレンチコート合わせてもいいと思います。これね結構シンプルじゃんブラウスと、うん、そうね、だからアウターでちょっとこういう柄物入れることで春っぽさすごい出るかなって思って、こういうチェックのね、かわいい、そうこれピヌエのあのものなんですけれども、うん、これこう肩掛けしてもちょうどこの抜け感がまた春の風を吹かすんじゃないでしょうか。でカバンとかもこれ普通に
あ、いいね。そうで、ね、パンプスで合わせてさらに春っぽくしてみました、うん、まあでもね、寒くはないと思います。これデニムでしっかり生地もちゃんとしてるもので、うんうんうん、これマウジーのデニムなんですけど、おすすめです。めっちゃマウジーってデニム綺麗だよね。でトップスもこれ去年のマウジーのもので、マウジーマウジーなの、マウジーマウジーでやらせていただいております。はい、キャスケットをね、かぶって、うんうんうん、また可愛い。ちょっとアイテム使いも春は結構大事になってくるかなって思いますね。なんかちょっと探偵っぽいね、このそうね、トレンチ可愛い。で、ハットね、あのパーソナルデザインにも合ってるじゃん。そう、ロンドンガールを意識してくださいね。パーソナルデザインという見ていただいたので、こんな感じにしてみました。はい、すごいね、なんかちょっと似てましたね。ブラウスデニムコーデでした。はい、ということで3着目に行きたいと思います。いや、よいしょ。はい、ということで3着目でございます。ちょっとさ、黄色いねってさ、私スニーカーがちんちくいるのよ。ちょっとちんちくの方が思っちゃうわ。まあ、ということで3着目なんですけれども、はい、私はですね、あの、まあ、スニーカーを履いてて、うん、なんかちょっと春の公園とかにピクニックとか行く、いい、ね、時に着たいなって思うコーデでございます。肩掛けのカバンにして、うん、骨格ストレートでここを開けてるんですけど、あのパーソナルデザイン診断を受けた時に、こう顔周りとかを結構華やかにした方がいいっていうことだったので、ネックレスとピアスもちゃんとして、うん、骨格もパーソナルデザインも意識したコーデにしてみました。はい、このさ、カーディガンがめちゃめちゃ可愛くって、見て、このね、リブがね、すごい長めにあるから、そうなの、ウエストがなんか細身効果がすごくあるし、この背中見せて、このボリュームがね、また出るのがね、好きなのよ、私。そうなんです。で、これ、中にタートルネックとか着ても可愛いし、あ、いいね。そう、いろんな着方ができるんです。はーい。はい、続いて私のコーディネートはこんな感じなんですけれども、トップスが、トップスじゃないよ。ワンピースだよ。ワンピースだよ。ワンピースが、この、アニュアンスのワンピースなの、どうですか？可愛い。フリルがついてて、やっぱさ、春って言ったら柄物のワンピースとジャケットっていうのもかなり定番かなと思いまして、私はこの白地にちょっと黒い、なんて言うんだろうな、どんどん柄がいかないけど、ちょっと桜の花びらっぽいかも。そうそう、形がなんだろうね、わからないけど、すごく可愛い柄物のワンピースを着ました。これだけじゃ寒いなーっていう時もあると思うので、そういう時はこのジャケットを羽織ってみてはいかがでしょうか。かわいい。で、ここゴールドのね、ボタンがあるから、またアクセントになってすごくね、春らしくて、うん、かわいいね。ちょっとかっちりするね、ジャケット羽織ると。うん、そうね、結構きれいめな大人なコーディネートかなって思います。これでぜひ3月4月はお出かけしてみてください。はい、はい、ということで3月4月におすすめの春コーデをそれぞれ3つずつご紹介させていただきました。はい、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンと